公益財団法人イオンワンパーセントクラブ主催第22回中学生作文コンクールテーマ私にできる気候変動対策この動画を見てみんなも応募しよう講師は教育アドバイザーやコメンテーターなどで大活躍中の清水昭弘先生です第3回 身近な行動をしてみよう。皆さんこんにちは。教育アドバイザーの清水あ弘です。公益財団法人イオンワンパーセントグラブ中学生作文コンクールこれで書ける作文の書き方解説動画3本目になります。おそらくこの動画を見てくれている人は1本目2本目を見てくれていると思います。この動画でお話しすること。 3本目ですからこちらになります優秀作文の2つ目の紹介になりますまず簡単に動画1の復習です作文の書き方でしたね型を大切にすること一文短くすること経験を入れることこの3つを紹介しましたまだ見てない人は動画1をご覧ください では早速ですが優秀作文の2つ目紹介していきます長野県の中学1年生の作文ですタイトルは地球に恩返しをそれではご覧くださいどうぞ いかがでしたかこの作品の中でどこが上手だと思ったのかそしてどこか参考にできそうだなと思ったところありますでしょうか私からはどこが上手なのかそしてこんなところを参考にしましょうお話をしていきたいと思いますこちらをご覧くださいこの女の子の作品は 私は本当に心を打たたれました何かというととにかくたくさん行動をしているんですねアクションを起こしている地球のために自分ができることは何なのかと考えてたくさん行動をしていますこれが一番素晴らしいことだと思いました前回の動画で紹介した作品は「専門学校との共同研究」が書かれていましたよね さすがにそこまでできないよって人も多くいたと思いますでもこの作品だったらどうでしょうか少し自分にでもできそうだなって思うことあったのではないでしょうかちょっと一緒に見ていきましょう私の家では2年ほど前から地球環境のためにあることを行っていますそれはゴミの分別と生ゴミを肥料に変えることです 読みやすすいですねそしてこの2つを始めたきっかけについて書かれています。そして2枚目になると経験したことだけではなくてその経験を踏まえて学習したことここには地球温暖化について書かれています。 学習したことまできちんと書いているんですね。このように書くことによって読み手に説得力、この作品に説得力が加えられます。そして、それだけではない。次へのステップが書かれているんですね。これから私はこんなことに挑戦していくよってことが書いてあります。それがこの後半部分です。例えば、 お父さんが夜遅くに帰ってくるので仕方ないという理由もあったんですけれどもこれからは夕食や勉強などすべて終わらしてからおそらくみんなでまとめてですかね入浴できるように心がけたいのように学んだことをきっかけにこれからこうしていきたいよっていうところまで書いてくれてるんです。ここれれははいいききななななりり挑挑戦戦だけ書くくのででて、てて、まろん小さを繰返し そして学習が入ってさらに挑戦していくこの流れだから説得力も出てくるわけですね3枚目もこのように挑戦でつづられていますまず1つ目身の丈に合った表現を用いていることこれが素晴らしいそしてこれでもかと経験行動が書かれていて 環境問題を自分ごと化していることが伝わる。これも素晴らしいですね。そして三つ目。それに加えて学習をして、そこから次の挑戦までつなげているわけです。これも、これまで行動しているから、より次の挑戦が際立つ。こんなことをやっている子は、次はどんなアクションを起こしてくれるんだろうかと我々、 読み手が興味を持ちやすくなるわけですね。そして、これまで挑戦をしているわけですから、次への挑戦に対して応援したい気持ちにもなるわけです。ですから、皆さん参考にしてもらいたいのは、難しいこと、ハードルが高いことにチャレンジするのももちろん大切です。でも、皆さんの身の丈に合った挑戦、これをして、その結果どうだったのか、 さらに学習をしてこれからこうしていきたいっていうような形で進めていただけると非常に説得力もあり読みやすい伝わりやすい作文になると思います。ぜひ参考にしてみてください。さらに参考にしてもらいたい作文についてこの次の動画で解説していきます。私の中では皆さんに紹介したい作文 この3つ読んでもらって初めて皆さんに伝えたいことを伝えられると思っているのでぜひ最後までご視聴くださいそれでは次の動画でお会いしましょうさようなら公益財団法人イオン1%クラブでは中学生が社会問題をテーマに自分自身の考えをまとめ書く力を養うことを目的に2003年から中学生作文コンクールを開催しています今年度のテーマは「私にできる気候変動対策」です 豪雨や猛暑など私たちのの生活に及ぶ気候変動の影響は深刻です次の世代を担う中学生の皆さんに作文を通してこの問題を考えていただきたいです是非この動画を見てコンクールに応募してください